こんにちは、花屋社長です。今日は特別なお話、お祝いの贈り物にぴったりな胡蝶蘭の選び方についてお伝えします。胡蝶蘭を選ぶポイント、お祝い利用が目的の場合、大きさ、美しさ、優雅さ、華やかさ、お祝いにふさわしいポイントです。これが贈られるときっと喜ばれますよ。個人利用が目的の場合、自分の好みに合わせられる育てやすさ、そして程よいサイズのものがポイント。良い胡蝶蘭の見分け方、苗は日本の風土に合った国内一貫性のものが良いです。花持ちがよく長く楽しめます。茎は太くて弾力があり、色が濃いものが元気な印象です。葉はツヤがあり、肉厚で色が濃く、すべての葉が整っているものが健康的なサインです。花は花弁に張りと厚みがあり、みずみずしく咲いているのが理想的です。新鮮で長く楽しめるものを選びましょう。おすすめの注文方法、花持ちが良いものでお願いします。2割ほどつぼみがついていると嬉しいですと伝えて相談してみましょう。これでお花選びに自信が持てますね。贈り物がより特別なものになること間違いありません。補足情報、またつぼみが少し見える状態で購入すると長く楽しめることでしょう。この動画がいいねと思いましたら、チャンネル登録と高評価お願いします。またご意見や取り上げてほしいトピックがありましたら、コメント欄にコメントください。それでは次の動画でお会いしましょう。